ゴリス？何を見ているのかしら？おう、ジルカ。ドミトレスクのモチーフの一つが日本の怪談に出てくる八尺様だって聞いてな。今日本に出てくる妖怪について調べていたんだ。あなたは相変わらず真面目ね。でもゴリスって筋肉キャラがすっかり定着しちゃったから、こういったことをしている姿を見る人は意外だと思うでしょうね。以前に野宮金次郎について話していた時に、アメリカ人の俺が日本の偉人について知っていることにびっくりしていた人が多かったのも、それが理由だったのか。言っておくが、俺はコンピューターだって人並みに扱えるし戦闘機の操縦も行えるから、脳筋キャラじゃないんだぞ。でもあなた、ルーカスのデータ送信を止める方法をサーバーをシャットダウンしろって指示されていたのに、コンピューターを物理的に破壊して止めていたじゃない。あれ分析官めっちゃブチ切れてたのに、あなたが相手だから言うに言えなくてやきもきしていたわよ。あなた宛ての要件を私経由にするのはいい加減やめてほしいんだけど、そこのところどう思っているの？というわけで今回のテーマは、バイオハザードの謎すぎる都市伝説についてだ。都市伝説？つまり明確な根拠はないけど、みんなの間で広がっているものよね？そうだ。だから中には続編が出て否定されたものも選んでいるから、そこだけは注意してくれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介する第10位は、クリス別人説よ。いきなり俺についてかよ。というかなんだ、別人説って？俺が何人もいてたまるか。あれ？あなた知らなかったの？バイオセブンのクリスは今までと比べてシュッとしていてクリスらしくなかったから、ファンの間で別人じゃね？って言われていたのよ。なんでだよ。みんな結託してゴリスゴリスって俺をゴリラにしようと企てていたから、それに対抗しようとしてイメチェンしていただけなのに。しかも次回作のビレッジでは、PV の段階で保護したはずのイーサン家を襲撃してミアを撃ち殺そうとしていたじゃない？あれ当時は結構衝撃的で、クリスやミオ季節だったり、バイオセブンのクリスはクローンで、ビレッジのクリスが本物のクリス別人説が、よりそれっぽくなったりしていたのよ。やっぱり俺と言ったらたくましい体格だよなってビレッジの時は体型を戻したから、そんな憶測が生まれてしまっていたのか。結果的にこの時のミアはミランダが化けていた姿だったから、闇落ちしていなかったけどね。仲間たちの笑顔が見れるなら、この世界を守るのも悪くはないからな。でも、自分がオリジナルだと思い込んでいるクローンって現象が実写映画でのバイオハザードシリーズにあったから、実は今のクリスももしかしたら、安易なイメチェンがここまで大きくことになるとは。次に紹介する第9位は、ゲイブは一人で逃げようとしたことについてだ。ゲイブってことはリベレーションズ2よね？確かあなたの妹と同僚の人でしょ？ジルの言う通り、ゲイブはクレアと同じテラセイブに所属しているメンバーだな。リベ2ではクレアやゲイブといった一部のテラセイブのメンバーがザインの姉妹実験体として拉致されてしまうんだ。なんとか脱出しようとする過程でゲイブは壊れたヘリコプターを修理していたんだけど、ボセクがアフリクテッドの集団に襲われていたから、クレアたちはアフリクテッドたちを撃退していくのよね。仲間のペドロが発症してクリーチャー化したりして大変な目に遭っていたクレアたちだったけど、なんとかその場を離れることに成功するんだ。逃げている途中でゲイブはヘリを直して駆けつけるといういつも通りの結末になると。でもこれのどこがゲイブ単独逃亡になっていくのよ。一般的に考えればゲイブはクレアたちをヘリで迎えに行ったという展開になるんだが、一部のファンは、ゲイブはクレアたちに置いていかれたことに不信感を抱くようになったから、クレアたちを置いてきぼりにして一人だけで脱出しようとしたのではないかって言われているんだ。ムービーでチラッとクレアたちを見るのも、ざまあみろって感じに捉えることもできるのだとか。さすがに偏った見解だと思うけどなぁ。まあ都市伝説にはそれっぽいものから、ちょっと無理があるんじゃないか？ってものまでいっぱいあるからな。次に紹介する第8位は、ローズエブリン説ね。ぶっちゃけこれもダウンロードコンテンツで否定されたようなものだけどな。この説はビレッジ本編のラストに映っていた成長したローズを見て生まれた説なのよね。本編にエブリンが姿を現したこと、エブリンの成長速度が速いこと、ローズには俺も見たことがない特別な力があること、イーサンは特異菌の適合者だったことなどがこの説を支えていたな。ラストシーンが本編からどのくらい経っているかが最初はわからなかったからね。エブリンは家族という関係性にこだわっていたから、バイオセブンでイーサンに倒された後は、特異菌ネットワークを使ってイーサンの子供として転生した。ウィンターズ家の家族として愛情をたっぷり注がれてエブリンは満足だけど、ミランダが自分たち家族に危害を加えようとしたことで、家族を守るために奮起するという内容だな。ローズの不思議な力はエブリン由来のもので、エブリンが特異菌ネットワークでイーサンに真実を伝えたりできたのも、このことが影響していたから。だけどエブリンの成長速度は普通の人間より速いものだから、15歳ぐらいに見える成長したローズも早く成長しただけで、実際は数年ぐらいしか時間が経過していないって流れだったよね。ここから先はシャドウズ・オブ・ローズのネタバレを含むから、ネタバレ NG の方はブラウザバックを推奨するぜ。
ジルの言っていたことは割とそれっぽかったけど、シャドウズ・オブ・ローズで物語から16年後の話であること。不思議な力もローズ固有なものだったことが分かったから、この説は下火になったな。でもシャドウズ・オブ・ローズに登場したエブリンの言動を聞いていると、全くありえないものだったとは思えなかったよね。この時のエブリンはみんな死ねば得意金ネットワーク内で愛してくれると考えていたらしく、みんな早く死なないかなーってニコニコで待っていたのに、ローズが生まれたからみんなローズにかまけて私のことを全然見てくれない、ってローズにやきもちを焼いていたな。なんかそれだけ聞くと妹が生まれたことで構う頻度が減ってプンス化している姉みたいね。次に紹介する第7位は、フォリーというファミリーネームだ。フォリー？そんな人いたかしら？ジルは会ったことあるだろう？リベレーションズに登場していたレイチェルのことだ。確かに会ったことはあるけど、彼女を初めて見かけた時にはウーズに殺されていたから。私が見たレイチェルの割合って 90% レイチェルウーズ、9% レイチェルの死体、1% 生前のレイチェルといった感じよ。だから彼女についてそんなに詳しく知っているわけではないわ。そういえばそっか。とりあえずレイチェルのファミリーネームはフォリーなんだ。そしてリベレーションズ2に登場するジーナのファミリーネームもフォリーなんだ。たまたま被っただけじゃないの？その可能性もなくはないが、彼女たちにはいろいろな共通点があるんだ。まずは同じファミリーネームであること。次に序盤にいきなり死亡する点だな。レイチェルはジルの前で、ジーナはクレアの前でというように主人公の目の前で彼女たちは命を落としてしまうんだ。二つだけじゃちょっと薄いかなー。その他にもリベ2のレイドモードではプレイヤーキャラとしてジーナを使うことができるんだが、ジーナのコスチュームを変更するとレイチェルでプレイすることができるんだ。だから彼女たちに血縁上のつながりがあるかはわからないが、いろいろと匂わせてきているわけだな。確かにここまで来ると、何らかの意図はありそうね。次に紹介する第6位は、E3 生存説よ。まあ、シャドウズ・オブ・ローズを見る限りでは、この説もなさそうだけどね。この説はビレッジ本編のラストシーンで怪しい人影が見えたことから生まれていたな。この人影が E3 だったことから、死亡したかのように思えた E3 は実は生きていたのではないか、となっていった。E3 は特異菌の適合者で結構無茶なこともしてきたから、割と信じられていたよね。他にも E3 には生きていてほしいという願望もあったと思うの。腕とか足とか E3 はくっつけていたからあり得るかも、とは思われていたな。だが、実際には E3 はあの爆発で亡くなっていたがな。シャドウズ・オブ・ローズにおいて E3 は禁魂の世界内で再登場していたからね。でも謎の人影自体はたまたまとかじゃなくて、E3 であったことは間違いないでしょ？ E3 はたとえ生きていなくても、ローズのことを見守っていたわけだからな。他の人には見えなくても、特異菌の適合者だったら感じ取れるものなんじゃないかな。次に紹介する第5位は、ウエスカーこと奴の生存説だな。これに関しては制作プロデューサーによって、あのアルバートは死んだって明言されているけど、意外と信じられているのよね。奴には死んだと思っていたけど再登場した前科があるからな。バイオ5の最後に俺とシェバの二人でロケランを奴へお見舞いしたわけなんだが、よく見てみるとロケランの弾頭が直撃する瞬間に、奴の首が消えて直撃したかよくわからなくなっているんだ。普通は溶岩に使ってロケランの爆風を至近距離で受けたら死ぬとは思うんだが、奴は普通じゃないから困るんだよな。そもそもなんで溶岩流に落ちて死なないの？ってところから始まるしね。奴は溶岩水泳部の部員だったんじゃないか？でも、奴のことだから実は生きてましたって言われても、あまり驚かないわね。あの時ゴリスが戦っていたのはクローンだったりして、俺といい奴といい、クローンという設定は便利すぎだろ。まあ、バイオ5以降出てきていないし、今の段階では死んだということでいいと思うぞ。バイオ6でも俺は言ったけど、奴が死んだことは俺の立ち位置とか意義についても、バイオハザードという歴史においても、一つの転換点を迎えたことは間違いないと思っている。今さら奴が出てきたところでなぁ。おめえの責ねえから、となるだろう。奴もすっかり過去の人になったわね。次に紹介する第4位は、入れ替わったレオンについてだ。どういうこと？レオンもクローンだったの？いや、違うぞ。マジでクローン便利すぎだろ。これはバイオハザード外伝に関することだ。へえ、バイオって外伝なんてあったのね、知らなかったわ。いや、バイオハザードに外伝なんてないぞ。え？でもさっきが、ないぞ。あ、はい。バイオハザード外伝はバイオハザードの年表から削除されている程度にはなかったことにされている作品だ。要はイフストーリーってことだ。つまり、設定も結構違っていると？そうなるな。この作品には大男と呼ばれている新型 BOW が登場するんだが、こいつには他人に擬態するという特殊能力があるんだ。見た目は完全に同じで見分けがつかないが、大男の血液は緑色という特徴があるから、それを利用して見破る必要があるんだ。実際終盤で大男はルシアに化けるんだが、
本物のルシアは起点を聞かせてわざと傷つくことで赤い血を見せて本物だということをアピールして、大男撃退に貢献するシーンがあるんだ。ということは BOW を倒してめでたしめでたしってことね。いや、そううまくはいかないんだ。最後のシーンでレオンは本部へ任務が終わったことを伝えているんだが、レオンの首元には緑色の液体が付着していたという意味深な終わり方をするんだ。え？入れ替わってる？まあ、そういうことだろうな。とは言ってもバイオ4以降のレオンの血液は当たり前だが赤いから、この作品のみの設定だと思うが、レオンが超人化しているのも、この時入れ替わったからではないか？という言い伝えがまことしやかに囁かれているんだ。怖いわ。ということは急に筋肉質になったゴリスも入れ替わっている？俺を落ち要因にするな。いよいよトップ3だな。第3位はすれ違ったパトカーだ。これはどの作品のものかしら？アウトブレイクファイル2からだな。シナリオ詩集では俺たちにも馴染みがある RPD が舞台になっているんだ。確か、生き残っていたマービンたちは民間人を連れて脱出しようとするのよね。RPD はゾンビの集団に包囲されていたわけだが、美術館時代の名残を利用したんだ。確か地下に換気用のトンネルがあったんだっけ？普段は閉ざされているが、正面ホールにある女神像のギミックを解くことで、地下にある換気用のトンネルへの入り口が出現するようになっていた。トンネルの入り口は狭かったから女性のリタが先行してトンネルに入って、外部の応援を呼んでくるという作戦だったな。無事に応援を呼ぶことができたリタは生存者と一緒に脱出するけど、ゾンビの攻撃を受けて感染したマービンは脱出せずに、一人だけ残るというほろ苦い結末で終わるんだ。マービン、この時同じ RPD 職員であるケビンでプレイしていると、エンディングの内容がちょっぴり変化して、脱出している道中で一台のパトカーとすれ違うんだ。ケビンにのみ映るパトカーという点から、このパトカーはバイオ2の最初にレオンとクレアが乗っていたパトカーじゃないか、って噂が広がっていったんだ。ケビンがまだ生意気な新米どもをしごき終わってねえしな、って言っていることも、その説に拍車をかけているってわけね。そうだが、仮にパトカーの登場者がレオンたちだとすると、ちょっとおかしいことになるんだ。確かに、まだ私ですら RPD に行ってないもんね。時系列的におかしくなるからレオンたちが乗ったパトカーじゃない派と、ロマンを求めてレオンたちが乗っていたパトカー派に分かれているんだ。それも気になるところだけど、私が RPD にある自分のデスク AI 用のキーピックを取りに行った時は、署内のいろんなところがバリケードで封鎖されていたけど、レオンたちがたどり着いた時にはバリケードがきれいさっぱりなくなっているのよね。あれは誰がバリケードを形成したりなくしたりしていたのかしら？負傷したマービンか、引きこもりの所長か第三者だぞ。第三者はともかく、マービンだったら働きすぎだし、所長だったらエッチなオッチな働いているシーンを想像したら笑けてくるわ。次に紹介する第2位は、最高傑作だ。タイラントのこと？それは究極の出来損ないだ。ここで言う最高傑作はバイオ6のエイダ編最後に登場した謎のサナギだ。ああ、カーラが研究していたあれね。カーラは世界をめちゃくちゃにして混沌とした世界に変えることとは別にある研究を行っていたんだ。研究の詳しい内容はよくわからないものの、カーラは研究の成果を最高傑作と呼んでいたな。クワッドタワー内にあったカーラの研究室には、最高傑作を作っている過程と最高傑作が中に入っているサナギがあったわね。だけど、サナギの中身はエイダが壊しちゃったからよくわからないのよ。人間のような手がサナギから出ていたから、かろうじて人型であることしかわかっていないな。多分人間だと思うけど、そうなるとカーラが最高傑作と確信するような人間は誰なのかって疑問が浮かんでくるんだ。いろんな説があるが、カーラ説、シモンズ説、第三のエイダ説などがあるな。素体はカーラをエイダの見た目にした研究員だと思われるけど、男だったし最高傑作の見た目シモンズそっくりさんなのかな？自分がエイダだから新しくカーラを創造した、またはその逆で自分はカーラだから新しくエイダを創造した。もしくはかつて愛していた憎いシモンズを作ったというシモンズと同じことをして、自分にとっての理想のシモンズをそばに置こうとしていたのか。いろいろと考えられるが詳細は炎の中だな。一つだけ言えることは、ハッピーバースデー最高傑作にならなくてよかったってことね。最後に紹介する謎すぎる都市伝説第1位は、謎の肉袋だ。バイオ4だっけ？そうだ。バイオ4の最終版であるチャプター54の戦場エリアを越えた先にある牢屋には、謎の肉袋が隠されていたんだ。ゴミ箱みたいな箱を開けるとごそごそ勝手に動いていて気味が悪いんだが、こいつに攻撃するとちゃんと撃退数にカウントされていることから、一応的なんだろうな。ちなみにエイダは気味悪がって速攻で蓋を閉めるわよ。まあ順当に考えて近くにリヘナラドールがいるんだし、リヘナラドールの失敗作だと思うんだが、一部ファンの間ではこの肉袋の中身が本物のアシュリーじゃないかって噂になっているんだ。いや、そんなわけないでしょ。この説によるとすでに本物のアシュリーは殺されていて、レオンが助けたアシュリーはプラーガによって作られた偽物のようだな。
この説を信じるなら村の籠城戦でルイスが言っていた、大統領の娘にしちゃおっぱいがでかいな、というものが意味深なものに変わってくるぞ。ルイスは教団の元研究員だから前に大統領の娘を見た時は、そこまで胸部走行が熱くなかったという意味で捉えると、単なるセクハラ発言じゃなくて薄ら寒いものを感じてしまうな。くさ、さてはジル、信じていないな。他にも本物のルイス説とか、ストーリー序盤でのトラバサミに引っかかっていた犬説とか、アシュリー説以外にも様々な説があるんだぞ。もうやけくそね。よし、今回はここまでだ。バイオハザードのいろんな都市伝説を紹介してきたが、他にも聞いたことがある都市伝説なんかがあれば、ぜひコメント欄に残してくれ。というわけで、この動画が参考になった、または面白かったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それじゃあ、またねー。